こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はテニスプレーヤーナダルについてです。以下引用。マドリード、11日、ロイター、テニスのマドリードオープンは11日、マドリードで男子シングルス、準々決勝を行い、世界ランク1位のラファエル・ナダル、スペイン、がドミニク・ティエム、オーストリア、ウィゴ、7、3、6で敗れ、クレーコートでのセット連続勝利記録が50でストップした。5月11日、テニスのマドリードオープン、男子シングルス、準々決勝で、ラファエル・ナダルがドミニク・ティエムに5、7、3、6で敗れた。2018年、ロイター、ナダルは敗戦により、週明けに発表される最新の世界ランキングでは、ロジャー・フェデラー、スイス、に1位の座を明け渡すことになった。ティエムは昨年のマスターズ・ローマ大会でも、ナダルを破っていた。4月のマスターズ・モンテカルロ大会では、準々決勝でナダルに敗れた。試合後ティエムは、今日は彼に勝てるという姿勢で向かっていけたことがとても重要だった、とコメント。一方、ナダルは、相手のテニスが自分を上回った。相手が絶好調で、やりたいプレーができない日もある、と述べた。その他、第2シードのアレクサンダー・ズベレフ、ドイツ、第6シードのガビン、アンダーソン、南アフリカ、が分かち上がった。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。